Jimmy。Hello， 我是 Lee， 我们是 Ami and Lee。嗯，周根。大家好。今日はちょっと違うトピックがいいんじゃないかっていうのでね。まだ。日本で働きたいと思ってる台湾人もいるかもしれないわけですよ。あ、ほとんどそうなんだよね。いっぱいいるよ。あ、もうじゃあ日本人は仕事中ほぼマナーのことを考えてると言っても過言ではないぐらいの生き物だから。これね、もともと私が自分でこのテーマやろうと思ってたら、うん、いや、日本人の俺がぜひ自分で話したいって言うから。そうだもん。そうなんだ。 それで登場した。めんどくさいよ。ありがたい。めんどくさい。だってそもそも日本人の社会人って、うん、入社したら次の日マナー研修受ける。ああ、受けた。え、マナー研修あるでしょ。マナー研修はなかったよ。なかったの。なかったの。名刺の交換の仕方とかなかった。え、名刺ってとにかく相手より下に出さないといけないって知らないの。知らない。え、あ、相手より下だっけな。下下下下下絶対だから。相手が出した後に出してた。私、あ、もうダメ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 。同時に下下に出さない。だつまり、あ、じゃあでもみんなが下を争って。そうだよ。だから最初会うじゃん。で、会ったらこの人結構偉いなってことは胸ぐらいで出してくるかな。じゃあ俺腰で行くぞってもう思ってるの、日本人は。でもその腰で出してくるのを向こうも読んで、さらに下で出してくる時あると、大体ここら辺。そう、本当に低い時ある。あ、でも名刺はなんかあれだよ、偉い人中に渡すって。まあ、言われて、あれ、それマナー研修ないから本当現場で間違えてね、ディッディッディッって並べ方も教わってないの。一番偉い人を名刺入れの上に乗せて座布団みたいなことで座らせて、あの、敬ってる感を出す。よかった、学んで編集ちゃんと受けてる。日本酒注ぐとっくりあるじゃん、うん、とっくりってあのこう注ぎ口あるじゃん、こうなってるとそっから注いだらマナー違反。なぜならこう輪っか円の切れ目だから、ビジネスマナー的には円の切れ目から酒を注ぐっていうのは逆に失礼ですみたいな。で、どうやって注ぐ。だもう丸いところからこぼして、もうむしろこぼしてけぐらい。もう注ぎやすさを捨てて、注ぎやすさは一旦捨てて、丸いところからもうこぼしちゃってもいい、いいんだ。ビールを注ぐときはラベルを上にしないといけない。由来は諸説あって、まあ、広告代理店とかの人って例えばサントリーの人を接待するときはサントリーさんのビールを使ってますよっていう考えるのと、あともう一個由来は、理系の科学の実験とかってラベルを貼ってあるじゃん。これはすごい劇薬です、なんとかっていう薬品ですっていうのを、まあ、上にして注がないと垂れちゃった場合にじんで何の薬品か分かんなくなるから危険っていうルールがあって、そのローカルルールみたいなものがどんどんビジネスマナー講師が、あ、これ使える、失礼、通称失礼クリエイターって言われてて、その失礼を生み出していく失礼クリエイターで、どん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 マナーが増えていってるから、日本で働きたいと思ってる人はまあちょっと気をつけない、あなた知らず知らずのうちにマナー違反を犯してませんかっていう話ですよ。なんか黒いから小顔に見えるね。あ、私、あ、小顔に見えるね。そう、見えるよね。かわいそうだし、ちょっとこっちにしよう。金融業界だと倫理が上がっていくじゃん、うん、その時に、偉い人の方に向かって左に傾けてお辞儀をしているようにハンコを押さないといけない。平社員、係長、課長、部長、まあ、常務、社長ってなったらみんなハンコがちょっとずつこっちに傾いて、こうお辞儀を偉い人にありがとうございますって言ってるのに傾けないといけない。口そうなってんの。あ、出版系は多分ない。あ、だから分かんない人がいるとみんなこっこってなって、急に行こう。一番ダメ、もう失礼ですよ。前の会社そんなのあった。前の会社はあったよ。え、じゃあみんなこうなってる。傾けてたよ。やば。逆にマナーのことだけ考え続けて世界2位の経済大国になってるんだよ。逆にすごくない。あのですね、逆にすごくない。でも一人当たりはちょっと最近厳しくなってる。まあまあ、ね、だからやっとダメになってきたんだよ。マナーのこと考えすぎてダメになった。クリエイティブディが一切ない。なかったの、経済活動に。そうだよ、だってマナーのこと考えてんだもん、ずっと。付加価値がない。そう。というわけで、まあ、コロナ禍でビジネススタイルが一変しまして、急にですね、急にかしこまった。そりゃそうですよ、マナー講師みたいな。マナー講師の、はい、マナー講師伊藤さん。まあ一番使うものって何かって言ったら Zoom ですよね。Zoom、はい、のマナーっていうのも日本で生まれていまして、ね、あるんですかね、はい、あの知りませんで、一個だけ聞いたことある。何、あの、誰だね、偉い人より先に退出しちゃいけない。
あ、それはもう当たり前ですよ。でもめんどくさいから、あの主催者やってる時すぐ、はいはい、それマナー違反です。なんで死刑です。はぁ、まあいろいろあるんだけど、まあ今ちょっと順を追って話すけど、はい、まあ、今ので言うと、まあ、主催者の場合は最後まで残って一人ずつお見送りをしないといけない。はぁ、仮想空間で、仮想空間でお見送りをしないといけません。お疲れ様でした、一人ずつありがとうございました。で、偉い、もちろん偉い人が、でその間身分が低い、肩書きが低い人間はこうつむじを見せてこうずっと固まっている。おかしいよ、おかしい、固まっている。え、だって画面上つむじだらけなの。そうだよ。ハゲてる人どうするの。ハゲてる人はハゲてる、ハゲてない人はハゲてないつむじを見せている。これが日本のズームマナー。いやー、やっぱクレイジーですね。まあ日本がクレイジーな国ですので。本当にいるのか、どこの会社。だからいわゆる営業さんとか、まあいわゆるそのズームでやることでこう会社に売り上げが立つっていうところになると、やっぱマナー分かんない、どうしたらいいの、失礼なのかな、これってマナー講師の方々がこれはこうですよって教えることで安心しちゃう、安心できる、うん、聖書のような存在です、ビジネスマンにとっては。 あとすいません、うん、たまにあの化粧してないとか時は画面なって、あ、失礼ですね、もう緩んでるので失礼ですね。そもそもそのマナー講師の本を読むと、スマホからの参加も失礼って書いてあるんで、その場合はスマホからの参加になって少し見にくいですけどよろしいですかって相手に許可を求める動作が必要になります。見にくい、なんで見にくい。ちょっとここな、資料を展開した場合にスマホだとちっちゃくて見にくいじゃん。ちょっとでも私が見にくいから別に、見えにくいことによって会議の参加度合いが落ちる可能性を秘めてるんですけどよろしいですか。やば、これがもうマナーです。やばい、マナー、マナー。むしろスマホで参加しなきゃいけないぐらい忙しいから、ああ、そうちょっと貢献してるよっていう感じになるんじゃない。とりあえずあの入っとくっていう時はスマホなんだよ。そうそうそう、置いといて別のことやったりすることが多いわ。失礼ですね、もう失礼ですね。僕本読んでるんで、その本によるとまず仕事を始める前にパソコンに向かって一礼するっていう、はあ、誰もいない部屋でパソコンに向かっておはようございます、本日もよろしくお願いします。いらねえよっていうのは書いて、何かですか、全然おかしくない、ね、一応解説すると、相手の立場に立って気遣いするのがマナーですが、その相手にはそうパソコンやデスクなどのものも含まれる、動物や植物はもちろん含まれる。だからパソコンの立場に立って今日もよろしくねって言う。え、じゃあパソコン多分おめえバカかって思ってると思うよ。え、じゃあ今後うちら仕事する前にパンちゃんにお願いしますって言われる。そう、パンちゃん犬にも植物にも本日もよろしくお願いします言ってみましょうって本に書いてあったんで、僕はもう早速実践しようと思って。暇だな。難しいでしょ。暇だな。ええー、暇じゃない、忙しいのよ、学んだのを考えてると。やっぱ難題はもう一つあるよね。バーチャル背景、バーチャル背景はこれマナー的にどうなんだろう。ドキドキしてできないじゃん、バーチャル背景。そんな安心して、え、めっちゃバーチャル背景してるよ。あ、ニューヨークとかに、ああ、もう全然、ね、私は一応こうやっけ、ああ、ぼかしですね。その中でぼかしがあんまりぼかしてない場合が多いから、はいはいはい、まあ、基本的にはバーチャル背景を使ってもいいんだけど、バーチャル背景を使うことによって不機嫌になる人もいる可能性があるので、それをまず把握して使ってもいいですか、バーチャル背景にしてもいいですかっていうふうに許可を取るのが、まあ、マナー。不機嫌になる人の方が悪くない。そうなんで、なんで、なんで不機嫌に私は責任を負わない。つまりお前部屋がぐちゃぐちゃなのにそれを隠すためにバーチャルに来てんじゃないかとか。だって自分の家だから。あ、そうか、分かった分かった。自分はとっても、例えばこの日のために綺麗にしてるのにごまかすんじゃねえよっていう、っていう。あ、でもマナー講師の先生の答えを読みますと、私はどうしてるのか、私は社内スタッフとのミーティングではいつもありがとうございますというメッセージボードを掲げています。怖っ。親しいクライアントのミーティングでは心より感謝御礼などのメッセージボードに書いています。怖っ、これがマナー講師の正解です。気
キモ。むずいっしょ。うちの会社今大丈夫。あの会社のなんだ、コーポレートの、何だろう、コーポレート会計がある。そうそうそう、はいはいはい、それができたから。オンライン名刺みたいになるやつもあるよね、名前が入ってたり。オンライン名刺はキモくない？いや、超キモいと思う。オンライン名刺じゃなくて、あの要はそのまあ自分たちとか会社みたいな大事にしようとしてるバリューみたいなのあるじゃん、うん、それを変えてるちょっとおしゃれなやつがある。英語もある、英語も日本語もある、うん、だからそれを使うとなんかまあまあまあ成立する。プロフェッショナル感で、クライアントにもこうプロフェッショナル感出せる、うん、確かにそうだね。なるほど。マナー講師よりも英語とかよりはいいよね。そうそう。Zoom で上座下座がある。なんで？え、なんでだって当たり前じゃん。え、でもさ、会議室で、会議室で座るとき上座下座ってある。え、でもさ、あれ帰れなくない？はい、時代遅れですね。カスタムギャラリーって言って、あの誰をどこに配置するかできるようになったんですよ、2021年かな。それ日本のためで